さあ始まりました、頑張れ中津市、井上真でございます。中津市浅田です。浅田さん今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も新年リモートでお送りしますということでございますけども、いや寒くなってきて各地雪、大雪ですね。そうですね、新潟とか ね北信越なんか、福井なんかはもう大雪で、はい、女子のフットサルの選手なんかバスに閉じ込められて、なんか捻挫した子がちょっと足痛くて、積もってる雪でアイシングしたなんてニュースで出てましたけどね。あらまあそっか、とんでもない状況ですね。各地いろんな、ね、ニュースがあって、いろんな、ただでさえね大変な世の中にということですけれども、本当ですね、まあ、今日のお昼にねこれ収録してるということなんですけど、皆さんお元気でしょうか、葛飾の皆さんということで、今日も頑張れ中津市をお送りしていきましょう。この番組は東京都社会人リーグ1部から関東リーグ2部に昇格いたしました、新シーズンを戦います J リーグ参入を目指しております、葛飾区のサッカーチーム我らが南葛石を今日も熱く熱く応援していく番組なんですよね。浅田さん、その通りでございます。今日は素敵なゲストをお呼びしてね、お送りしちゃおうなんかいう風に思ってますんでね、ゲストの方もまだ声出さないでくださいね、よろしくお願いいたします。笑っておりますけれどもさあ、というわけでこの番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社トーノブレーンズ、ポスター印刷、のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りいたします。ということで、浅田さん今日も行ってみましょう、はい、今日も頑張れ南葛 SC、 せーの、キーケーク、オー。さあ改めまして、井上麻でございます。そして中津市浅田です。はい、そして今日はゲストをお呼びしております、この方です、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、南葛 SC ウィングスの監督をしています小俣博之です。いらっしゃい、ありがとうございます。小俣監督、ね、はい、中津 SC ウィングスお久しぶりでございますね。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。お元気ですか？もうね、今ズームで顔を見ながら喋ってますけど、お元気そうですね。はい、元気ですよ。相変わらずイケメンに磨きがかかってね磨きかかってますね年齢、年とともに磨きがかかってきましたね。南葛 SC 関係者の中で、まあ、随一のイケメンですよね、どう見てもひどい言われようだ俺らひどい言われようだって。いや、小松さんもだってあれですもんね、僕がこうやってふざけていつもこうやって言うんで、小松さんも否定しない面白さを取ってますもんね、最近はね。うんうん、まあやっぱそこはやっぱマサがそう言ってくれたらそれを受け入れようかなと思ってそうです、素晴らしい、素晴らしい、うん、皆さんね、奥様、そして女性の皆さん、想像していただきたいのは、小松さんね少女漫画に出てくるテニスのコーチみたいな顔してます、王子様。いつもそれ言ってくれますよ、ね、そして元 J リーガーですもんね、 FC 東京、そしてセレッソ大阪、はい、でね、ご活躍された J リーガー、身長何センチでしたっけ、元監督は。180センチ。うわー、なってみたい、一回なってみたい。街角のなれないなれない、タキシード着ている外人さんのマネキンも似てるんですよ、元さんに浜さんって思う時ありますもんね、新宿とかで。じゃあ今度それどっか街中で見つけたら、そうですね、はい、お願いいたします。女子チーム南葛 SC ウイングスがね、今重大な局面を迎えているところなんですよね。うん、まあ重大というかね、大切な時期ですけども、はい、というのも関東リーグ昇格への最終戦が控えているということですもんね。はい、2週間後の土曜日です。2週間後の土曜日、23日ですね。23日ですね、はい。いや、これに勝てば、まあ、男子も昇格しましたけれども、女子も昇格ということになりますもんね。はい、そうですね。これを、またさん、どうですか、今のお気持ちは。うん、楽しみでした、ないです。ここまでの1年を振り返っていただきたいんですが、はい、就任は2シーズン目ということですよね、監督は。そうですね、今年2シーズン目ですね。どうですか、2シーズン振り返りまして。いや、もう本当にこう、選手からもそうですし、スタッフからもそうですし、はい、学ぶことしかないなっていうのは。はい、日々学ばせていただいてますね。男子でね、南葛には選手として加入されてコーチもやられて、そこから女子の方にね移られたということですけども、どの辺が大きく違います、はい、女子の選手と関わっていくっていうのは。もう本当に何だろうな、はい、正直やっぱその男子と女子って、はい、まあ、その身体能力の差も全然違いますし、うんうんうん、やっぱ女子には女子のこう良さというか、はい、男子にはない良さがあるんですよ、そのサッカー面、はい、プレー面、まあ、サッカーのプレー面で、はいはい、で、はい、やっぱその男子ってこうボールバカーンって蹴れるから、はいはい、すごくこうコートを広く使えるんですけど、はい、でも女子の子たちっていうのは逆にそういうプレーがあまりできないので、うんうんうん、むしろでもその近い局面ですごくコンビネーションとかがしやすくて、あ、なるほどなるほど、はい、だからすごくなんだろうな、
お互いが関わり合いやすい、形になって、なるほどね、はい、逆にあの崩しきらないと得点にならないみたいなところもあったりするんですかね。まあ、そういうふうにあのできるだけ崩してゴールを目指してはいますけれども、本当局面でそれぞれがいい判断してやってくれてるので、はい、楽しみでしかないですね。充実感がね、伺いしてるの表情でもありますけれども、ズームでこう見ても男前ですね、彫りが深いまたその話ですか。でもちょっと置いていけない、なんかズームだから浅田さんと僕と尾形さんが並んでるじゃない、今、ね、比べないの、浅田さんと僕のね、なんでしょうこのね、ぺったり感とにやっぱりでもね、尾形さんは女子選手にもね、別にイケメンだからっていうわけじゃないでしょうけど、人気ありますよね、なんかこうね、兄貴的な距離感ですか、やっぱり。いや、まあ、どうなんでしょうね、まあ、それはもうなんだろう、選手一人一人がどう捉えてるかというか、はい、まあ、もう本当、一人一人違うと思うんですけど、まあ、本当になんだろうな、僕もずっと選手やってましたし、まあ、その選手がどんな悩み抱えやすいかとか、そういうところもなんとなく分かってきたので、最近やっと。やっぱそういうのにも、まあ、寄り添えていけるかな、寄り添えていきたいなと思ってます。はい、困ってることとかじゃあもうそんなないんですね、監督としても体制してしまったってことですね。いやいや、もう本当に困ってるどころじゃないですよ、もう日々不安との戦いです。あ、そう、どんなところがあるんですか。いや、なんだろう、ゆっくり聞かせていただきたいんで、もじっくり愚痴とかも聞きますよこれ愚痴ではないんですよ、これでもリーダー論ですからね、聞いてる方もいろいろ、まあ、やっぱ、はい、リーダー論っていうか、まあ、いろんなこう、まあ、チームマネージメントとか、はい、多分モチベーションとか、こういろんなことをこう、まあ、学んで、はいるんですけども、はい、本当にこう人の心を動かすって難しいな、うん、やっぱこう人のこうモチベーションを上げさせるっていうことは基本的にできないと思うんですけど、その選手がこう自らこう内発的に動き出すことってなかなか難しいことなんだなって、で特にあの、ね、やっぱこうプロの集団ではないので、はい、はいはい、そこはものすごくこう逆にプロなんだからやれよっていうのも言いにくいってことですもんね。やれよとはもうほとんど言わないようにして、はい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 、やれよって言ってやってたら多分それ自分から動き出してないと思う。なるほどなるほど、やっぱ自ら動かないともうそこには、ね、成長もないと思うので、だから本当に今年、はい、まあ、ちょっと自分もまだまだね、指導者としてもね、まだまだ未熟なので、やっぱこうやらせたい、やってほしいっていうのでちょっと強制的になってしまったりする部分もあるんですけども、なんかこう最後の順位決定戦の2試合は、はいはい、もうちょっともう自分も覚悟決めて、強制的って言ったらちょっとこうあの響き的にはこうなんだろう、ちょっと強く言っちゃうんですけど、なんとかしなさいとか、はい、っていう言葉を一切使わないようにしてます、はい、で、まあ、これはまあ僕個人の変えていかなきゃいけないかなって思った部分で、僕よく考え事するとすごくこう眉間にしわ寄せるんですはい、はい、そうですか、はい、そうすると余計にこう目の掘り深くなるじゃないですかそうです、確かにねで、はい、もう眉間にしわを寄せないっていう風にしたんです。あ、その選手からの見え方をちょっと変えてみよう、そう、まあ、そうだと思うんですけど、あとこう考え事するときにちょっと腕を組んだりするのも、なんだろうな、ちょっとこうやめてみよう、やめてみようと、でやっぱこう自分がめっちゃド緊張してるんですよ俺も、はい、その試合に向けてね、試合に向けてもそうですし、試合中もすごくめっちゃ緊張してるんですけど、特にその優勝を決めるね大事な試合だったわけでしょ、その2試合は、はい、はいはいはい、すっげえもう俺こんな緊張するタイプだったっけって思うぐらい緊張してるんですけど、はいはいはい、でもなんかそれを、見せないようにしたというか、見せないようにして、はい、もう本当にこうアホなこと言ったり、へなんかこうできるだけ自分の緊張が選手に伝わらないようにしようというふうに思って、まあ、そういうふうに腕組むのやめたり、眉間にしわ寄せるのやめたり、試行錯誤の日々です。監督としてご成長されてるわけですね。なんかね、もう自分がこう変わっていかないと、はい、選手も変わっていかないと思ったので、はい、お前さん楽しそうですね今ね。いやもう楽しそう、まあそうですね、もうでもいい表情されてる、悩みまくってますけど、はい、悩みまくってますけどでも楽しいです。
やりがいありますね、うん、今すごく、うん、はい、やっぱもう相手がね勝って知ったら男子だったらそういう世界にいましたし、なんかちょっとプライド刺激してみたりとかね、うん、お前そんなもんかってちょっとこうぶつけて跳ね返りを待ってみたりとかってもできると思うんですけど、またちょっと違うことを今試されてるってことですよね、うん、そうですね、まあでも、はい、本当一人一人なんだろう個性がみんなあって、はいはい、うん、考え方も違うし価値観も違うんで、うん、やっぱこう現実的にできてるかどうかって言ったら多分できてないと思うんですけど、なんかこう僕の中で監督って、はい、こうチーム全体をマネージしなきゃいけないっていう考え方あったんですけど、うん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 、そうなるとこう僕一人対、まあ、選手21人、はいはいはい、うん、なんかそういう風に考えてた部分がいくつかあったんですけど、考えちゃうと思います僕でも、はい、でなんかある、まあ、その尊敬する指導者の方にちょっとアドバイスをあのいただいた時に、なんかこう1対21じゃなくて、うん、まあ、1対1の関わりを21セット作ったらどうですかっていう風に言ってもらったことがあって、めちゃめちゃいい言葉ですね。あ、そうだなって思って、はははだからできる限りこう一人一人と話す時間をちょっとずつ増やしていったり、うんうんうん、なんか自分にできることってなんだろうなって考えた時に、うん、まあ、ちょっとこう、うん、なんか少しずつ自分の行動を変えていったりとか。なるほど、まずはなんか素敵な人になりましたね。よりえ、どんなクソみたいな人間でした俺。いやいやいや、もちろん素敵ですけど、なんか今充実してるなっていうね、それは、うん、あの勝ち進んでるなっていう感じもしますし、なんか松さんの充実も感じ取れましたし、やっぱ指導者向いてるんですね。いや、わかんないです、そんなの全然わかんない。楽しいですよね。まあ悩ましてもらってるっていうことはやっぱ、うん、まあ、一生懸命 やれてんだろうなとは思います。選手時代とどう違います、うん、やっぱその課題の克服とかそういうのでいうと。いや、選手時代はね、本当もっともっとこういう自分の考え方とか狭かったなって思いますし、うん、指導者側の立場にね、うん、指導者側の立場になった時に、うん、なんかこうもうちょっといろんな視点持ててたら、うん、まあ、もっと良かったのかなっていうのも今すごく感じてる。なるほどなるほど、うん、素晴らしい。でもそういうのはね、自分だけじゃなくて多分いろんな人もそう感じてるんじゃないのかなと思います。浅田さんから見てどうですか、ウィングス、そして小畑裕之監督。いや、そうですね、まあ、今の話聞いてると本当充実してるのかなと思いますし、はい、私もちょっとここ12月1月とチームがオフの期間にいろんな人とお会いしていろんな方とお話しましたけど、はい、やっぱり自分が楽しんでワクワクすることをやっていかないと人はついてこないし、うん、まして昨日も本当高校サッカー選手権の決勝でね、全国大会の、うん、あれだけの試合を高校生が繰り広げて、はい、やっぱ人が涙するぐらい感動するシーンをやっぱああいうって演出できるっていうのは、やっぱりこう指導者だったり監督だったりスタッフだったり選手も含めて、うん、やっぱみんながこう楽しんで本当にこう笑顔あふれてああいうピッチに立ってるんで、うん、ああいう絵が作れるんだなとすごい思いましたし、まあ、本当に今の話聞いてると多分そういう絵を描きたいんだろうなと思いながらも、まあ、ただ模索したりいろんなことあると思うんですけど、やっぱ乗り越えるたびに本当に壁が高くなりますし、乗り越えないと壁は次のステップいかないんで、本当ね、今楽しんで、はい、うん、残りね最後の試合に向かっていってほしいなとは思いますけど、うん、非常にね大事な局面を迎えてもう一つで関東リーグ昇格ということですけど、小畑さんの指導者としてのこう目標っていうのはどんなところなんですか、夢みたいなものは。はい、やっぱり、まあ、今一番身近な目標で言えば、はい、もう今のウィングスを関東リーグに昇格させることですし、うん、私もこれからもどん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 指導者としてもカテゴリーのステップアップしていきたいと思っているので、はい、でも男女問わずってことですよね。 もちろん男女問わず、はいはい、プレミアリーグで指揮取ってるかもわかんないってことですよね、何年後かに。そうですね、そういうことですよね、はい、すごいすごい素晴らしい。いや、なでしこジャパンの監督になりたいとも思ってます。あ、いいですね、うわ、めちゃめちゃ想像して、うん、なんか高いコートとか着て立ってほしいわ、うん、面白いわ、面白いっていうか僕はそのルックスの良すぎるのを結構面白いと捉えてるんで日本サッカーのためになりますからね、これね。本当に変えていきたい部分もたくさんありますし、素晴らしい、はい、これはね、なんか胸躍るというか、なんか元気もらってます、松さん、ありがとうございます、うん、ちょっとここでね曲をご紹介してほしいんですけど、おまたセレクションでなんかちょっとお願いしてるんですけど、うんうんうん、何を選んでてくれましたでしょうか。いや、曲というか、まあ、最近すごくこう、はい、すごく心に響いた
い、あの映画があって、はい、煙突町のホテルの見られたって言いましたね、小松さんね、さっき、はいはいはい、もうズキュンズキュンと心に刺さってきて、そうらしいですね、大感動、はいはい、もう大感動ですね。どんなところがなんか共感する、やっぱあの、はい、共感する部分ってすごくたくさんあるんですけど、はい、いろんな主人公がもちろん出てきて、でやっぱこう父親、まあ、僕子供2人いますけど、はいはい、まあ、父親としてのこう目線とか、うんうん、あとはもうその、まあ、今立場上監督っていう、ところに立たせてもらってるんで、はい、まあ、その監督としての選手たちへの目線とか、うんうんうん、あとこう自分がこう、まあ、さっきなでしこジャパンの監督になりたいとか言いましたけど、はいはい、そういう目標に向かって自分自身の目線とか、うんうんうん、なんか本当主人公一人一人に、はい、まあ、本当になんかストーリーがあって、うん、でいろんな悩みがあって、はい、でそれに向けてこう挑戦したり気づきがあったりっていうので、うん、あ、なんかすごくこういい映画だなっていうのは見てて感じましたね。なんかまだね、浅田さん僕も見られてないんですけど、大きな夢を持ってもう突き進んでいこうとか、こう無理だとか考えずに走っていこうぜみたいな気持ちさせてくれるいい映画なんですもんね。みたいですね。僕もまだ見てないですけど、あのこれからちょっと見たいなと本当に思いますね。そういうことで聞いていただきたいと思います。エドザリーナで、煙突町のベル。いやー、またさ、やっぱりこう主題歌っていうのはね、何回でもこう映画の世界に連れてってくれますね。うんうん、本当にもう蘇ってきますね。いつでもなんかその気持ちに戻ることでまた頑張れるっていうのは大事だ、うん、いろんなね、あの漫画でも映画でも小説でもそういうのってあると思うんですけど、うんうん、新年にじゃあいい気分になれるんですね、もう頑張ろうっていう、見よう、いや、まあ、なれると思いますね、僕はなれますね、すごく。なんかそういう話をいろんなところで聞いてるし、うん、SNS で見るんで、行こう行こうと思ってまだ行けてないんでね、うんうん、まず行くことからですよね。そうですね、やっぱね、まあ、去年から、まあ、今年もまだまだ、ね、コロナ禍の中で、はい、まあ、いろんな人がこう不安とかね、うん、焦りとかいろんなものを感情を抱えてるとは思うんですけど、はい、なんかすごくいいタイミングに出会えたいい映画だなっていうふうには感じますね。はい、ぜひちょっと体験してみたいなというふうに思っております。さあ、そして再び小松さんね、もうもちもちお時間なんですけれども、はい、1月23日ですね。そうですね、こちら1月23日、正式に言いますとこれは何ていう試合になるんでしょうか。関東リーグ参入戦。参入戦。はい。で、まあ、対戦相手ですね。はい。はい、まあ、茨城県代表の、水戸、シルエラというチームと。はい。こちら、もうワンマッチ、勝った方が関東リーグで入る。そうですね、もう勝った方が関東リーグ昇格という。という。SC ウィングスは東京都代表チャンピオンとして出るわけですよね。はい、そうですね、はい。はい。わー、これワンマッチですからね。うん、どうですか、相手のことも含め。まあ、でもさっき浅田さんが言ったことともう全く一緒で、やっぱそのワクワクすることをしたいんですよ。はい、で、まあ、もう今年1年間ずっと僕もそのどうしたらワクワクできる、自分自身が、自分自身がどうしたらワクワクできるかっていうベースでこういろいろ行動してたんですよ。はい、でだからもう本当に試合も大胆に攻めて見ようかなっていうふうに思いますし、うん、やっぱこうワクワクした試合をしたいし、ワクワクした選手たちを見たいし、うんうんうん、やっぱそれが一番、まあ、僕の幸せなので。なるほど、わ、いいですね、はい、なんか今こう時代的にもいろいろちょっと縮こまっちゃったりとか、考え方的にもね、シュリンクしちゃうのが多い中で、なんか浅田さん元気もらってますね今日は。本当ですね、監督に1年通じてね、やっぱ集大成だと思いますんで、はい、人が見てね、やっぱ感動する、うん、本当笑顔になれる試合にしてもらいたいなと本当思いますね。はい、これは現地に見に行ったりとかは今はなかなかできないのかな、23日だからね、はい、緊急事態宣言中だから。そうですね、ね、無観客試合ですね、うん、そうですよね、うん、はい、ちょっとじゃあ結果を、朗報が届くのね、お待ち申し上げるということですけども、はい、女子はだってこのまま上がっていくと関東リーグはやっぱ一部二部とあるんでしたっけ。はい、ありますね、ありまして、うん、その先ですけれども、あのプロリーグが新しく再編されるんですよね。そうですね、はい、今年から WE リーグって、 WE リーグと書いて WE リーグ、そうですね、はい、はい、こちらが今年からできる、それが一部ということになると、関東リーグは何部になるんですか。そこはちょっと男子とまたあれですね、男子と同じじゃないですか、WE リーグがあって、
1部2部があって、そうですね、1部2部で、その下のチャレンジがなくなる、なくなるから、ただの3部だったチャレンジがなくなって、5部か、うん、あ、じゃあ関東リーグ2部1部を勝ち上がったら次はなでしこ2部なんだ、なでしこ2部ね、あ、なるほどなるほど、わ、これはだからワクワクし、もうワクワクしてきましたよ私、じゃあもう関東リーグも早く参入して戦いたい、ブンブン腕回したいって感じですね。うん、そうですね。ですね。面白そうですね。なるほど。駒田さんが作るチームのコンセプトみたいな、一番大事にしたいっていうのは、まあ、さっきワクワクするって言葉ありましたけども、うん、どうですか、言葉にするならば。まあ、言葉にする、まあ、本当にワクワクすることと、うん、もう選手を解き放ちたいと。多分、ね、はい。いいですね。あともうたまたま去年か一昨年かな、初詣の写真がすごい僕好きなんですけど、小又博之と南葛西ウイングスってたまたま風が吹いて、ね、みんなもう慕われてるから女子ウイングスがね、小又さんってこう集まってるとこに、コートのポケットに手で突っ込んで、コートの下がはらけてるイケメンの背高い監督がいるんですよ。あれ僕ね、あれはまずかったですね。いい写真、あの何ですかね、すごいあの歌舞伎町の王みたいでしたよ、なんかたまたまね、連れ回してましたねあれね、完全にね。でもあんなイメージでね、僕はプロデビューしてもらいたいんですよ、プロに行った時は。ああいうなんかね、なんていうのかな、売り出し方も面白いんで、まあ冗談ですけど、半分ね、ワクワクしてます僕は。いやでも本当ワクワクすることがやっぱベース。そうですね、ありがとうございます。小又さん、今日はなんか刺激もらいました、すごく。いいえ、こちらこそありがとうございます。2021、僕らもワクワクしていこうってね、浅田さん思いましたね。もちろんそうですね、チャレンジしていきたい。はい、1月23日の朗報をね待っておりますので、はいはい、ぜひ、皆さんもですね、期待してお待ちいただきたいと思います。そして来年はね、来年はというか早くお客さん入れてやりたいですね。そうですね、うん、男子の試合も女子の試合もやっぱね、うん、あのいろんな人に見てもらって、はい、皆さんにこう、なんでしょうね、偉そうなこと言えないですけど、パワーとかエネルギーとか、はい、そういうものを与えられるようにね、そういう本当にアートのね、本当サッカーという本当に芸術的な部分をちょっと皆さんに見てもらいたいなと思いますしね、はいはいはい、ますます東京都からね、関東への戦いと男女ともに移るわけですから、お二人、まあこれからはいろんなコストもかかってくると、はい、ぜひ応援の方、皆様、区内の皆様ね、いろんな企業の皆様、熱烈応援をよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、小又博之南葛西ウイングス監督に今日は来ていただきました。最後にメッセージをお願いいたします。はい、はい、ワクワク試合をお約束します。はい、応援してください。はい、ありがとうございます。また来てくださいね。はい、もちろんですね。はい、ちょっとじゃあ昇格決定記念ということをお呼びできればいいんじゃないか、楽しく戦ってきていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでこの番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りいたしました、ということでございまして、お二人ちょっと今年もよろしくお願いしますね。はい、お願いします。定期的にあのズームでつなげちゃうので、いつでも出ていただけますんで、今日も急にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、よろしくお願いします。はい、そして裏ポッドキャストの方もこれからお付き合いいただきますということで、よろしくお願いします。それでは最後に、来週も頑張れ南葛西の声で、思ってたらいけます。はい、いいですよ、いきましょう。それではまた来週、皆さん聞いてくださいね。来週も頑張れ、せーの、南葛西、頑張ってきて、頑張ってきて、ありがとうございます、頑張ります。はい、いただきました、ありがとうございます。